あなたは。いいですよ、ご存知なんでしょう。全部。夫妻子、お待ちしておりました。そりゃでも何も知らぬままあの羊はご心配なく、再びよみがえる円環の中では、彼女は。否定はあなたが。先ほど望まなかった春秋様がそこまで私を知り、長き宴の末にこのような日がなればこそ知りとう存じます。どのように知られたの？え？だってあなた、さっき全員が揃った場でいなかったじゃないですか。え？いや、違いますけどね。お聞かせください。どのように私を突き止めたのかを。
もし明日、いずれまた、いずれのせいで、より穏やかなせいで、巡り合いますよ。きっかけは、わかりません。あの日、墓陰越しに春明様を一目見たその時から。以上。ええ、不足ですか？いいえ、私は先ほど私がずらした夢の始まりが、そもそもあなたや芹沢様が、ただあなた様の、もしそうならあなたがなぜか繰り返す宴の中、女性は愛のみにて、特に植松の娘はね、あなたが愛を語る、なぜあなたの髪はそこまで、消去法ですよ。あれだけの奇跡を起こせながら、真意を感じさせないほど廃れた存在、植松家はこの国の精神上の始祖である天津神の血族に、その象徴するものは太古の現在、この今の自分たちの繁栄を、大昔の虐殺の、それはこの国全体を覆っている薄い、しかし致命的な、具現化すれば国を滅ぼすような天変地、それが夢の中で抽象的に表現されたの。お見事ね。私たちは、その悲願を、大和の民の皆殺し、一度は叶ったその悲願を引き戻した、あの羊と。どういうことか。あなたはすでに、だから、あなたの記憶をその時点で止めて、あなたは確実に、同じ結末、そうなれば、あ、愛しきあなた、この私の身も心も、今とても、あなたが愛しいのは野望を叶えてくれ。いい、雲は貪欲、嫌味ではないわ。本当に大和の民は憎いけれど、それ彼らをすべて焼き滅ぼして、この腹の中に収めた。そこで皆を、地獄の、とこしえの官能に泣き叫ぶ一億の御霊。だから、私は、とりわけ、あなた様。わからない。わかるわ。ご存知、夢の土蜘蛛が復活する条件。わかりませんよ。あなたの目的は、あの化け物の復活。そのために読み意味の宴を繰り返す、意味不明だ。事実、その二つには直接的な関係は全くない。ただ、怪物が復活したあの瞬間だけ、
宴の結果に極めて特殊な条件が発生、それは霧が出た時点で休みずにいた富士吉村住人の全員があなたを除き死亡していたということ。ああ、そこまで気づいて。もしこれがあなたの上松家には大量殺人余震場一人や二人殺せてもあなたの星、その上上松家は休みずで敬遠または嫌悪されている。あなた、うん、うん、だから殺し合いの機会を利用する。うまくいかなければ何度でもやり直す。ああ、そこまでは分かりましたとも。しかし分からない。土蜘の復活に関わる伝説上、そもそも狼と土蜘は無関係だである以上陰謀。しかしそれでも富士吉村の人間がなぜ義黄泉の民として安水の住人が何人死ねばいいとか、そ上富士吉の人間である野里清之助氏がなぜ彼だったのか、彼の属性ゆえか、少なくとも彼がここに投入することは実家に命じら、それはあなたなのか。それが奇妙で奇怪でいびつ最後の謎だ。みんなかつて愛したから。上松とは一族の怨念は深い。しかし生き延びるため、それこそ上松の当主たる女がそのうちに宿す怨念の成就のため、この世のあらゆる害、大いなる汚れの雲を玉倉化して奪った疫病を遮血して排出し、雲の復活を防ぐ。そうして上松の当主たる女を、そうやって使命を悲願を忘れ、ええ、その通り。しかし大いなる雲がいそか少しずつ疫病をため、夢の土蜘は上松の代々の当主、そして上松の名み、あとみんなを愛したというのは文字通り愛したわ。そしてやや子を宿させた。この集落でコレラが発生した時、浄化の、しかしあなたなら死ぬわけ、当時あなたはとても、そう、この村の長者がそんなこと気にするはずもない。香織さんは義継君を産んだ時、なん、私苦しみ、血の汚れを引き取った。春ちゃんについては狼付き騒動の時に、ええ、ムジナ様はとても可愛らしかった。あの方とは立派天つかみの秩序が滅びれ、再び山の闇、黄泉の闇。狼ジジイ氏はあんな非道、あれは思い鴨志田近持ちについて、もちろん卑怯の振る舞いの相談で引き取りもしたし、彼は可愛いから。上藤吉安永君は、あの子ちょっと可愛かったから。最低だ。あの子は夢だと思っているから。最後、芹沢千恵美、荷車が飼っている狂犬病にかかった犬に噛まれた。ええ、なぜ彼女の汚れを。だってそれが大昔、神内様の汚れは神の罰だから、生きて。当然あなたはそれを知っていた。びっくりしすぎて細かいことは忘れちゃった。当然あの首、あの時あなたが初めて見たようなことを口にしたのは、ええ、それで、そうやって僕と千恵美をこ、
僕らが特別だと。ええ、理由は知らなかったけど、最初あなたがいなかった時、あの子を味方につける望む結末が見えるかと思った。しかし、ええ、だから今度は、それはあなた、ただただ好奇心の赴く聡明で鍛錬で共に大いなる雲の体の上で読みし、山は闇、とこしえの夢、それをこの私は最も愛おしい、あなたが。それ以上喋んなくていいや、リカ子さん。ちえみちゃん、どうしてここに？私は4番手よ、残念ながら。なんだ？みんな、リカ子さん、随分とゾロゾロ来たもんですね。野里さんが最初よ、植松さんを置いて、そんでボートを降りて戻ってきたおっちゃんを、仕事を一つ忘れたことを。それでようやく私も呪縛、みんなが動き出してるのに全部知ってる私が神様殺しの余韻に浸ってる場合じゃないよねって。ヤス君や匠兄ちゃんに後のことを頼んで、というわけで最終局面乱入部隊の対、正直リカ子さん、道すがら芹沢千恵美が言った巻きも、はい、今まで騙していて申し訳ある。あなたがあまりにごくそんなお顔はなさらないで、春秋様との永遠の交わりの寝台くらいにはして。いいから黙れ、撃つの、撃って、それで完全、幸せな夢、かつてなりかけた最上の、愛しい愛しい春秋様を奪っ、それをことほぎとして夢。そっか、神様は殺せたけど死んでか。どうすんの、我はもう土蜘蛛殿の企みからは手を引くが、それでも難敵ですぞ。皆さん、せっかく集まってもらって悪いんです。僕は彼女と共に行きますよ。嘘。まあ気持ちはわかるかな、りっちゃん可愛いし。リカ子さん、もうやめてくれ。あら、お医者様らしいお言葉。あなたの人生は確かに辛いものだっただろう。だが、だからといって。まだずれているの？私は完全に落ち戻り。そんなもの、あの日、私を救ってくれたあなた。ああ、あの時の坊やか。でも、心は純真なまま、本当に、滑稽だわ。そういうわけで、この人は…好き、好き、ようやく、ようやく…賭け、賭けって、何？もしあなたが、他にもうこんな不愉快な秘密を溜め込まないでいいというな…夫妻子春明は、植松理香子を…そして、僕は植松理香子のために、あなたは夫妻…僕は植松理香子のために、彼女は夫妻子春明の、それで、あなたは夫妻子春明に、僕は植松理香子に、それで、彼女は夫妻子春明に、そして、そして、あの時の植松理香子を救うための方便とは言わせません。ええ、大いなる雲の前での、それは、そんなに、
もちろん。そりゃ不妻子春明様は、それがさあどのような悪行も放蕩も快楽も。そんなんで優しすぎるんだよ。春明さんはどの女の子もそれで水戸国が滅びるならもうしょうがない。あなたに救われた私は文句言えない。リカバカ知恵ねえ、ハルちゃんはなんで落ち…まあ我の場合はこのお方の心を読んで、私が教わったのは春明がいなくても好きにするし、気に入らなかった、ただ痛いけない田舎娘に悪を教え込むようなひねくれた腐れ、そんな約束。名前は不妻子春明、東京で。不妻子春明って誰ですか？そんな名前の人間というのは言い過ぎかな。どっか探せば一人くらい。そんな不妻子春明様、夢の土蜘蛛のもとに。かわいそうに。そのなんとか春明さんは夢の土蜘蛛と。彼女は不妻子春明に、僕は植松理香子に。まあそれとは全然関係なく。たく、やはりあなたは最高ね。最高で最悪の七種駆け引きは次に持ち越しましょう。あなたが覚えていたら。だけど何にも見え、ちょ、己もっち。何をしてる？電源はどこだ？取り押さえて。何が？リカ子さん。ちょ、つくづくぶれないな。今気づかれたら困るって。踏んじばってすっ転がしておこう。ひっ、血も涙。おっちゃんじゃない、発散だ。言い方はともかく拘束は賛成。う、目覚ましたけど。なんか頼む。だから自殺させないようにしなきゃ大変なことに。そうやって物や災害みたいに彼女を扱うから。彼女はそ、おっちゃんがなんかまとも。リカ子さん、私は確かに、しかしあの日のあなたの、しかしどうかどうか私に。夢の土蜘蛛が、あれ、どこへ、私に、愛しいということを、教えてくれた、神様。僕は、植松理香子が、ただの人として、女性として、これで。それでいいの？神様。己がいただく神に誓った約定じゃ。まあ我らの中には我が力を取り戻しし、暁には早う社を建てるんじゃぞ。オッケー。やあみんな。うわ、詐欺師の人だ。ひって。一応不便だから。おおとも。女として植松理香子に。じゃあ少しも
思った。ま、ごめんね、さよなら。春秋、あかん。君には気にしないでください。僕もです。それでもおそらくきっと、いや本当気にしないで。まあ顔もリカ子さん、バカ。困ったことにこんな状態でも彼女の、あなたが彼女を一応筋は当たり前だ。一方的に了解です。説得などされません。これで撤収していいもん。少し待っててください。それにはちょっと、そうだな、一応大丈夫だと思う。ゲボを吐き、それしかできないなら全然 OK です。ついていかずとも、ええ、伝えるべきことは良きかな。おうおう、土蜘蛛殿、何をする気かね。モッチ、君はハルちゃんと神さん、ぶしゃというわけで最後の始末、上から来る人たちを追い返す。せっかくだから手伝って。ジム、分かったよ詐欺師さん。うん、リカ子さんとの昔のことって、実際覚えてないし、覚えててもまあ子供の時の中とかと一緒でしょ。脳幹、まあうん、実際野里のボンクラとはもう言えないか。清の死にかけとか言う。モッチーは覚えてる。モッチーは絶対気にしないでしょ。ハルちゃんは、神様がまだいる間は、いなくなる頃には春明さんによれば、ハルちゃんもしっかり強く成長してることだろう。私からも、うん、神様って、君は姿や怖さが分かってただけで、正体とかは知らないよ。神っていうのは正しいことだよ。犬、出てこない。水路が開かれ、結局あれ、もし水を避けるようにしつけられつつ狂犬病を摂取された。なんでそんな、汚れの運び出たる獣を刺激するっていうのがヨモツオオカミの手下のヨモツムジナ。バカだったの。いや、ちなみに君は、そのしたよ、大学進学して結果は陰性だった。だからって安心なんか、他の死ぬような病気かもしれないし。そう、今はどう？全然気にならなくなった。水際で、ま、ここも結局荷車が。そういうことだろうね。道のことはいいけど、宴が済んだら霧が出るかどうかはランダムでいいけど、上松矢倉の見張り、まああるいは今回の宴に限っては
過去の宴については、例えば、ぶっちゃけ、前回の宴では霧の調整失敗してるっぽいから、あんまりちゃんとはしてないよ、多分。奴らにとっては、安水十人が適当に殺し合ってくれればよかったんだ。なるほど。霧、神様が味方してくれてるか。そして神内さんも汚れが怖かった。知恵美は新しい神様はそれなりに恐れて。それにしちゃかわいすぎるけどな。そういうのもありかもしれない。そして君、考えてみれば、君が僕にここある流れでは、僕も自分が自分でないものに操られている自覚もないのに操られるのは気づかなければいい。君はたまたま、ただひ、ま、今回はラッキーなことに神様本人と談判できて。まあ結局人は誰かに操られている。全員に巻き戻りがどうのって言っても理解されない以上。わかるけど。あらゆる存在は他者からの影響を受けて、それは気づいた本人。あなたはだからやっぱ怖いや。もう実弾しかないから勘弁して。でさ、これも上藤吉まで。それが僕。あ、すみま、あなたなんだ。ああ、産業で。さっきの場に部外者はまずかったので、三車家の怪奇スキャンダルを垂れ込んで上藤吉側に行ってもらいました。やっぱ春明さんの仕業だ。みんな春明さんの仕業だ。それどころじゃないわよ。なんなの、あの棒切れ持った仮装。え、春明さん後ろ。神内様万歳。大丈夫か。あ、ありがとうございます。春明さん、安水で殺人儀式を行おうとしてた連中がその道すが。何言ってるのか一言たりとも理解できない。それは嫌だ。いいじゃないですか元。なんでそんな細かいことまで知ってるのよ。